はいどうも、ダンディでございます。<laughs> 出ました。よりリアリティバージョン、楽しんでまいりましょう、ということなんでございます。見たことあるんですけど、みたいな。お、さすがですね。この絵を知っている。これはかなりのクエストクラスの猛者の方でしょうね、これは。うん、お見受けしますよ、猛者の方だとね。やはりこれ知ってるわけですからね。出会いに感謝いたします。本当にね。うん、まあ、ちょっとね、楽しんでおったもんなんでございますけども、ちょっとリアルに描いたらね、みたいな。この目の部分ね。例えばこの表現でしょうね。うん。例えば この目のね,、えー、このね、目を開いて眼球の中の黒目がさらに目をつぶっているみたいな感じでそういうことではなく <laughs>、ね、おそらくまあリアルになればこのくぼみの部分でしょうねこのこの,こ,の,こ,のこ,ここっていうのはね、うん、このここっていうのはまあ黒目の部分あの目のくぼみの部分があってまあ目をつぶっていると、まあ、リアルになればこういう表現にこれがまあ ここういういい表現になななるのかなみたいなことでね、楽しんで書いていたって、うん、なんてものを書くんだよっていうね、ことを言ってた動画なんですけどね、やっぱちょっとね、うん、時代は AI なんでね、うん、で、なンディはね、AI を扱う技術がないからね、うん、で、やっぱほら AI っていうのはね、やっぱちょっと問題も多いというか、オリジナリティの欠如というかね、著作権問題とか、いろいろ。 トラブルも、まあ、新しいものっていうのはトラブルは起こるし、うん、絵が好きだったらね、やっぱりどうしたってさ、ジャリンコチエ AI って、ね、うん、ダンディもちょっと検索かけちゃってね、うん、でもやっぱこう書いてる人いないわけですから、ジャリンコチエを AI で見たいと思った時に、やっぱ見れないっていう、うん、まあどっちかなっていうね、でも見れない辛さなのかわかるからね、見れないっていうのは結構辛いからね、完結しない漫画の作品とかもね、やっぱファンになっちゃうと辛いとか、ダンディもやっぱり素人やし、えー、一読者として、一アニメを楽しむ、 として見れないっていうのは辛いからね。ね、うん、でも AI ってかなトラブルも多いけれどもねじゃあヒこっちが AI 風だったらってことでね、えー、皆さんはね楽しんでくれると思うしダンディはね時代は AI ダンディはアナログでもねうん AI 使う技術はなくても、ジャリンコチェーが AI 風だったらっていうことを想像して皆さんとシェアすることはできるからね。はい。ということでございます。これちょっとショートであげたんですけどね。うん。まあ言葉足らずだったかなと思って、動画でもちょっと現れてみました。はい。まあね、右手筆でもね、AI 風だったらっていうのは書けるんで、いずれはジャリンコチェも AI にね、この筆でね、書いてみせますよ。 うん、いやまあ目標はね高い方がいいでしょねダンディは辞、ね、めないですから、辞、うん、めなかったらね、ねいずれは書けるようになるんじゃないかな。うん、どんなもんでしょうかね、はい。それでは、誰かの見たかったに答えられたら幸いでございます。いろんなねジャニコチへの視点、表現、えー、探求し、模索しながらね、ね想像の設計図を変えてきますので、また絵にしよういただければ嬉しく思います。それでは、バイバイ。